はいえー、皆さんこんにちはアレクセニコシの吉澤ですえー、不動産東京第7回、えー、始めますえー、今日のお一足はこちらはい読みます A および B が準共有する元本の確定前のお値定当件について1のお申請情報により分割状等を原因として直ちに A および B それぞれ単有の値定当件とする旨の登記を申請することができる はい、えー、正誤判断どうぞはい、えー、答えは「×」でございます、えー、こちら平成21年第26問「い」の足でございますがこの「できない」という結論自体はあ皆さんご存知かなというところでございます少し派生させておきましょう A および B それぞれ単有のネテ当権とするには分割譲渡だけでは足りない、A、ということなんですけれどもじゃあどうすればいいですか方法を2つ挙げてください、はいえー、まず1つ目、A、の方法ですがまず B が共有者としての権利を放棄しその後 A が B に対して分割譲渡する。 これが1つ目で次2つ目の方法ですがまず AB から B ですがここ大事ですね AB から B に対して分割譲渡しその後 AB 共有状態の現ネテト権について B が共有者としての権利を放棄するこれが2つ目ということになります。どちらにしてもですね 分割譲渡と権利放棄、分割譲渡と権利放棄、この2つの組み合わせによることになるわけですけれども、はい、もう一つ問題です。どちらを先に行った方が納めるべき登録免許税が安く済みますか はい、えー、先に分割譲渡ですね先に分割譲渡、まあ、こちらお好きなですね極度額を皆さん設定していただいて是非、えー、計算してみて、えー、ください、えー、今の話は下手をすると記述式に影響しえます、まあ、例えばですね共有値定当権を各共有者あ単位のですね2つの値定当権にしたいんだというふうにですね、えー、相談にやってきた。 というような設定の問題の場合です、ねまあ、通常、不動産東京の記述式の問題にはです、ね、注意書き等々で、えー、登録免許税、えー、最も少なく済むようにというです、ね、限定が付されておりますので、えー、先ほどの順番ですね、分割譲渡からの権利放棄で行うということになってきます。はいえー、以上、第7回でした。